Okay. I'll let it sit there for a few minutes and it kicked in. Guess I was just too impatient with the restarting before. クロウリー家のガキども、まさか奴らも錬金術を。宗主国の犬となり、錬金術を借り出してきた者どもの末裔が禁忌の力に手をつけたか。果たしてその先に待ち受けるのは栄光か、それとも身の破滅か。運命の歯車は回り始めた。混沌の時代の幕開けだ。バベルの塔を望む大地、バベル大陸。ニムルとエンメルが編み出した錬金術は、時を経てこの地を揺るがす脅威と化していた。大陸の覇権をめぐる国家間の戦乱の道具となり果てていたのである。その甚大なる被害に人類存亡の危機を感じた大陸諸国は、ノーザンブライドを宗主国とした七大国同盟を結び、錬金術を禁忌の術と定めた。以降数百年の間、バベル大陸に七つの国家が微妙な均衡を保つ仮初めの平穏が訪れる。大陸歴911年、突如としてその平穏が破られる。西方のフンヌの国ラーストリスが錬金術を軍事力として復活させたのである。七大国の盟約を破棄した諸行は、瞬く間に大陸全土を不穏な空気に包み込んだ。事態を重く見た他の六大国は、隣国エンビリアを先陣とする連合討伐軍を結成。ラーストリスは滅亡へ追い込まれ、錬金術は再び日の当たらぬ闇へと封印された。それから20年の時が過ぎた現在、大陸の動乱に呼応するように禁忌の術の封印が解かれようとしていた。人々の意志は神々の意志に翻弄される。初陣にしてラーストリス三傑に数えられし、ブラドを討つとは。さすがは名門クロウリー家の子ら、見事というほかあるまい。もったいないお言葉。ありがたき幸せにございます。陛下、過分な称賛はこやつらのためにもなりません。まだまだ見習いゆえ、甘やかすことも。容易ではないか。我が国としても喜ばしいことに違いない。その無鉄砲なまでの気概、若き日のお前を思い出させる。ラストリス戦争の英雄であるお前の教えが見事に継がれている証だ。恐れ入ります。してジーク、ラーストリスのハントが錬金術を用いたという報告、お前はどう見る？
り得る話ではないかと。バベル7大国同盟が定めし大名役マグナコード、そこで禁忌とされた錬金術を復活させたことによりラーストリスは殲滅されたのですから。ラーストリス滅亡とともに根絶されたはずの錬金術が密かに受け継がれていたと。大陸で錬金術の使用許可を持つのは聖教騎士団のみ。ガビロンド、そこに通じるお前はどう見る？未だラーストリスで錬金術の存在が見え隠れしているのは事実。彼らの報告が真実ならば早急に目をつむべきと存じます。禁忌の術を操る術師を掲げ反旗を目論んでいるということか。おそらくはロギ・ディウス両名を筆頭に旧ラーストリス領内をくまなく捜索、ハントが認められれば即座に殲滅。そこに錬金術の痕跡あらばマグナコードに乗っ取り聖教騎士団を招集し鎮圧すべきかと。ジーク、コラと共に総員騎士団を引きハントの動きを探るのだ。はっ。Sorry, I was leaning to get something. Chair is noisy. I didn't do any video ads, but sure. Fine. Was that the whole thing right there? さあ、頑張りましょう。さあ、頑張りましょう。None of that.I'm not gonna be able to take that on yet. Oh, fuck you. Crashed on me. I just finally noticed the summon button there in the corner and was going for it, and then bam, game crashed.